どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は羽田空港第2ターミナルに来ております。展望デッキのねところに私はいるわけなんですけども、今回ですね羽田空港第3ターミナルのプライオリティパス対象したねレストラン、こちらのレビュー動画を撮ったね、後なんですけども、今回ね名古屋に行きますので、今回の動画では、プライオリティパスを使ってね飲んだくれの旅やっていきたいなと思います。はい、ということで今回ね私は40周年を迎えました。無事ね40歳になりまして、せっかくなんでねちょっと飛行機に乗ってどっかに行こうかなと思ってたんですけども、ちょっとね予定的に国内しか行けないということで、今回ね名古屋の方にプライオリティパスの旅にね行きたいと思います。ということで今回はねプレミアムクラスを取っておりますので、プレミアムクラスに乗りつつお酒を飲みつつやっていきたいなと思います。今日ねフライト18時ぐらいなんですけども、今3時ということで、もうねチェックインねできますので、今日のところはねゆっくりチェックインして、ベロンベロンになってね登場していきたいなと思います。ということで早速チェックインしていきましょう。では今回はこちらから行きましょう。 ANA プレミアムチェックインですね。国内線に乗るのはめちゃくちゃ久しぶりですね。では行きましょう。では保安検査終了しました。 ANA ラウンジ行きます。いや本当にね ANA のダイヤモンド仕様ねしたくなりますね。本当にどうしようかな。やはりね1回入れたところが入れなくなるっていうのは結構残念ですよね。ということで ANA ラウンジ行きます。それでは飛行機の見える場所でいただきます。ということで、ね、しばらくラウンジでゆっくりして搭乗を迎えたいと思います。あとね2時間ぐらいありますんでね、ちょっと仕事しつつ映画とか見ちゃいましょうかね。では2杯目マーカーズマーケット炭酸水でいただきます。ウイスキー大好きな私としては本当にめちゃくちゃ最高ですね。それでは3杯目黒白波水割りでいただきます。いただきます。香りが良くてうまいですね。まだね1時間ぐらいあるんで、もうちょっと飲んで搭乗を迎えたいと思います。では4杯目ビールに戻りました。それではラストはサロっていう玉露の焼酎ですね。いただきます。ということでもうしばらくしたら搭乗時刻になります。これはゆっくり行きたいと思います。もうかなりベロンベロンです。それでは搭乗時刻になりましたので行きましょう。67の A に変更になってるみたいですね。こちらの名古屋駅です。では行きましょう。結構酔っ払いましたね。67の A 搭乗口ですね。結構端っこっぽいんでちょっと早めに出てきました。ということで行きましょう。すごい前に行ったエアポートラウンジご覧にありましたね。こちらはカードラウンジで入ることができます。JCB の広告、そして ANA アメックスゴールド。いやここの広告を見るとねいつも結構ワクワクします。でビザですね。それでは搭乗ゲート着きました。67番 A の搭乗口ですね。18時25分、結構早めに着きましたんでそこら辺でねゆっくりしたいと思います。それでは搭乗開始になりましたので行きたいと思います。ありがとうございます。いや久しぶりの飛行機ワクワクしますね。では行きましょう。今回は 1C ということで窓側の座席が取れませんでした。じゃあそれでは搭乗いたしました。搭乗はしたんですが、今日はねシートベルト着用線が消えない可能性があるということで、今回ね飲み物の中で食事はお持ち帰りさせていただきます。
まあ、これもね、いいですね。まあ、今回ね、プライオリティパスの旅ということで、まだね、7時半ぐらいなので、物価についてね、まだボテ何ジをがどうすやってると思るいかまよ。すの何で、が出ちょっとね、できればボテジをね、利用させていただきたいということですね。85プレ分ミアのムクラスの旅。食事は、あ、マジ。今日はご搭夜乗食ありにがさとうせていただきます。ということで、まだね、続々登場しておりますので、もう少しお待ちしたいと思います。これね、スリッパもいただきました。まあ、今回ね、ボーイング737-800ということで、結構な年季の入ってる機材となります。足元はね、止まってるんで、ゆっくり行きそうですね。ということで、お酒を飲んで、名古屋の方に向かいたいと思います。ちょっと、ね、眠くなってきたんで、酒飲んだら寝ちゃいそうですね。それでは、ドアが閉まりました。私がね、予約した時はね、この窓際の席ね、単純にブロックされてたんですけども、乗ってみたらね、四つ角一人ずつしかね、座ってないということで、移動させていただきました。いや、いいですね。窓はやっぱりね、ワクワクしますよね。ということで、ちょっとね、機内食は持ち帰りになりますけれども、皆様、ドアおが閉酒まをり楽ました。みつつ、皆様が名古屋指定の方されにたね、席向かいにたいおと座思いりになっていまるす。ということで、着陸態勢に入りました。本日はね、天候が悪くて、かなり揺れているみたいですね。僕の方はね、晴れているんですが、機内サービスはなしということで、飲み物もね、いただけませんでした。まあ、ちょうどね、私は寝落ちしてたので、よかったです。はい、ということで、もうしばらくしたら、中部国際空港に到着となります。こんなこともあるんですね。それでは、間もなく中部国際空港に到着です。夜景が綺麗になってきましたね。すみません、こちらお渡しさせていはただい。きます。行っちゃっていいですか？あ、大は丈夫い、です。どお待うも。たせありしがとうごました。ざいました。それでは、中部国際空港を到着いたしました。持ち帰りでお食事いただいてきました。ひとまず、大手重行けますかね。それでは、4階の方にやってまいりました。多分、ここら辺にあるはず。初めて行きます。何人かの方がね、行ってるんで、多分、一緒に行けば行けるはず。ここですね。それでは到着いたしました。プライオリティパスとダイナースのね、表示がありますね。中でいただけるんですかね。いただいていきたいと思います。ということで、注文完了いたしました。ちょっと店内で食べようと思ったんですけど、店内かなり狭そうだったんで、ホテルの方でいただきたいと思います。お土産が2つになっちゃいましたけども、こんな感じなんですね。いや、これは雰囲気めちゃくちゃいいですね。初めて来ました。ということで、アルコール難民の私は、プレミアムラウンジセントレア来ました。ということで、行きましょう。まあ、ここはまだお酒は飲めるでしょう。ということで、入ってまいりました。一番搾り、アートランの氷結。あ、黒生まであるんだ。ハイボールもありますね。氷結にしようかと思ったんですが、黒生にいたします。アートランで酒屋の麺が本当にめちゃくちゃいいですね。荒れ果ててますが、スナック等もいただけます。では、あと5分ぐらいで出来上がると思うので、いっぱいいただきます。また黒ビールは味が違ってうまいですね。ってことはあれですね、はい、ボテジュを持ち帰りにして、ここで食べながら酒を飲むっていうね、ゴールデンコースが出来上がるということですね。まあ、飲酒をしちゃいけないって書いてあるんで、多分大丈夫だと思いますね。いや、最高ですね。それでは時間になりましたので、取りに参りました。それではお待たせいたしました。おはーい。ランチでございます。お味噌だれ焼きも入ってます。こちらお願いします。ということで、コンビニに寄ってホテルに向かいたいと思います。今回はフォーポイントバイシェラトン中部国際空港撮っておりますので、そちらに行きたいと思います。とりあえず道がよく分かりません。それでは、ローソンでお買い物を完了。まさかのスパークリングワイン売ってないということで、サワーを軽く2つほど買ってまいりました。ということで、フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港ホテルに向かいたいと思います。はい、ということで、またね、到着ロビーに戻ってまいりまして、フォーポイントバイシェラトン中部国際空港ホテルに向かいたいと思います。どうやらね、鉄道の方の看板に従っていって、そうすると案内が出てくるそうです。
あ、ありましたね。ちょっと見づらいかもしれないですけども、正面のフォーポイントバイシェラトン書いてあります。ではこちらに行ってホテルに向かいましょう。こちらですね。では行きましょう。あ、でもホテルのマークが書いてあるからこっちでいいのかな。あ、もうあそこに見えてますね。ということで、まあ、できれば雨当たりたくなかったんで、一応シャトルバスがあるみたいなんでね、それに乗りたいなと思ってたんですけど、これだと徒歩で行く感じかな、まあ、ちょっとぐらいだったらまあいいでしょう。突き当たりのエレベーター乗って1階に参ります。さっきザーって言ってたんですけど、今そんなでもないんでよかったです。この東横インの後ろですね、はい、ということで到着いたしました。フォーポイントバイシェラトン中部国際空港ですね。一応バスが出てるみたいですけども、私歩いちゃいましたね。これはねバスに乗った方がいいです。ということでチェックインしていきたいと思います。それでは無事チェックインしました。1125ですね。客室の方に入りました。いや広いですね。今回プレミアムキングの方にアップグレードいただいたということで、いやでかいですね。ベッドいやすごいいいですね。ありがたいです。ということで、こちらからね軽く見ていきましょうか。こちら荷物置くものやつがあって、こちらにティッシュとメモ帳ですね。でこちらに縁結びのポンお菓子、こちら無料なのかな、はい、ありがとうございます。で、電話とルームランプとコンセントと USB タイプ A が2つと拡大鏡でデスクがあるという感じですね。で鏡でテレビは結構大きめですね。50インチぐらいですかね、はい。でこちらです。まあ中部国際空港ということで、ちょっとね反射しちゃってますけども、飛行機はちょっとこちらからはね見えなさそうですね。海が見える感じで、今もう真っ暗なんでね、なかなかという感じでしょうか。で奥にね、ランプがあって USB Type A と AC があります。でベッドがプレミアムキング、やはりプレミアムキングがでかいですね。今回これがアップグレードねいただきました。でこっち側にコンセント目覚まし時計ですね。でお水が2つ無料で利用することができて、ネスプレッソ、またドリップコーヒー等々もありますね。で冷蔵庫、多分ミニバーは入ってないですね、はい。でこちらがお手洗いかな、はい。こんな感じになっておりまして、アメニティもちゃんと揃っておりますね。いいですね。これが日本ですね。ひげ剃り、これはシャワーキャップ、いやボディタオルですね。で歯ブラシで石鹸、これはバスソルトにローションですね、はい。いいですね。とても清潔で使いやすそうです。バスタブはこちらにありまして、ちゃんとバスタブもついております。いやねありがたいですね、はい。シャワーは可動式と、あ、可動式のみですね、はい。こんな感じになっております、はい。ということで、今回ですね、フォーポイントバイシェラトン中部国際空港、今日ね一泊で2万8000ぐらいでね結構高かったんですけども、今回2万1000ポイントでね取れたんで、ちょっとね優勝かどうか迷ったんですけども、まあ1ポイント1円以上で使えるんであればポイントでいっちゃおうということで、ポイントでね宿泊させていただきました。でプラチナステータスの特典としては、まあ4ポイントブランドということで、朝食が、チョイス特典で、選べるっていう形になりますね。それで明日の朝ね朝食、2階でね6時から10時から、はい、利用することができます。それ以外は特に、特典はなく、ポイントを選ぶか朝食を選ぶか、もしくは、10ドルのホテルクレジットかな、まあ、ここら辺から選べるという感じですね。あ、そうだ、パジャマを見てないな。なんかパジャマがあるっていうのを聞いたんですよね。ちょっとこちら見てなかったですね。失礼いたしました。スリッパもね、ちゃんとあって、はい、パジャマがね、ちゃんとあるんですよ。セパレートタイプではなさそうですね。はい、セパレートではございませんので、ポンチョみたいなね、はい、ちょっとあの、ズボンはない感じのタイプですね。まあ、これはね、利用させていただきましょう。っていう感じですね。スリッパもちゃんとありますしね、はい。クローゼットはまあむき出しっていう感じですかね、
はい、こんなところですかね。ということで、ひとまずね、あったかいうちにボテジュいただいちゃいましょう。はい、ということでこちらがプライオリティパスセットのボテジュのモダン焼きとどら焼きですね。これはちょっとね、持ち帰りさせていただきましょう。このモダン焼きと、あとお水ですね。はい、お水がついてます。まあこれがね、プライオリティパスで1回でね、利用することができるということで、本当にめちゃくちゃ最高ですね。国内線でも利用できちゃいますんでね、到着でも出発でも OK です。で、最近ね、営業時間が確か伸びて7時ぐらいから確か営業開始になってるのかな。はい、ですんで、かなりの時間帯の方が利用できるのではないでしょうか。ということで、モダン焼きいただいちゃいましょう。はい、ということでいただきましょう。ちょっとね、部屋が暗いんで、これ以上多分ね、明るくできないんで、これで我慢してもらうしかなさそうですね。ということでいただきましょう。スパークリングワインがね、なかったですけども、レモンドでいただきましょう。いや、これがプライオリティパスでね、無料で食べれるっていうのは本当にやっぱすごいですね。ではいただきます。あ、うまい。マヨネーズとソースと、めちゃくちゃジャンキーですね。まだね、8時半なんで、まあいいでしょう。まあ今日はバースデーなんでね。はい、ということで、で、レモンドホームランサイズいただきます。ああ、レモン濃いめ、うまいですね。ボテジューのお好み焼きとレモンサワーがいいですね。それでは続きまして、 ANA のプレミアムクラスで提供予定だったこちらのお食事ですね。まあ、全部はね、いただきませんけども、まあ軽くね、あのモダン焼きだけじゃ足りないんでいただきたいと思います。で、メニューが、向きを間違えました。こちらが正しい向きみたいで、まずこちらが桜豆腐、桜花塩漬け、卵焼き、肉団子、照り焼き、チーズはんぺんですね。で、こちらがパデ・ド・カンパーニュ、マスタード添え。これがサバの竜田揚げ、レモンおろしで、甘エビとバジル風味の豆サラダ。ちょっともう読み方が分かんない。山菜のバラちらし寿司と、本来はお味噌汁がつくそうですね。あの、お味噌汁はちょっとないですけども、こちらね、いただきましょう。では、あさりご飯からいただきましょう。よいしょ。だしの効いたあさりと、お米が、あ、これうまいっすね。で、すごい種類があるな、どうしよう。まあ軽く食べていきましょうか。で、チーズはんぺん、あ、これはうまい。で、これが桜豆腐みたいですね。桜豆腐、優しいお味、確かに若干桜の感じがしてますね。で、これがパドデカンパーニュ、マスタードで、マジも本当にこれなんだかよくわかんないです。パデドカンパーニュ、マスタードで、なんかお肉がベーコンみたいなちょっと詰め合わせになって、マスタードで味付けしてある感じ、これもうまいですね。で、こちらがサバの竜田揚げですね。美味しそう。ということで、 ANA プレミアムクラスのお食事いただいてお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ということで、仕事を軽くしてたら11時半ぐらいになりました。ちょうどね、こちらが海で、空港の夜景も見れて素敵ですね。ということで、今日のところは休みたいと思います。おやすみなさい。では、おはようございます。中部国際空港からの外の眺めはこんな感じですね。海、結構あれなんですね、何にもないんですね。結構素敵です。ということで、朝食食べに行きましょう。今回はウェルカムギフトで朝食をチョイスいたしました。ただいまの時刻は朝の6時半過ぎぐらいですかね。7時から混み合うみたいなんで、ちょっと早めに来ました。それではレストラン会場到着、エボリューション行きたいと思います。思った以上に充実している朝食、すごいですね。こちらはサラダ、飲み物、
で、こちらがフルーツヨーグルトですね。で、こちらはパン、すごい聞こえてくるのは全部外国語ですね。で、こちらがティーですね。ポットがあってコーヒーマシンもあります。で、奥がホットミールになってるみたいですね。おかゆかな、味噌汁、おかゆ、スープ、カレー、お豆腐、納豆、和食もあります。で、こっちはポテトにベーコン、ウインナーで、シューマイと揚げ物、麺類、お魚、煮物と、七面とかもいただけるみたいですね。すごい。あとエッグステーションかあります。目の前で作ってくれますね。ということで、いただきましょう。それでは宿の朝食いただきます。野菜とシューマイ、ベーコン、あと七面いただいてまいりました。あとオレンジジュース。このベイサイドっていうんですか、はい、海を見ながら食べれるのはいいですね。食事の種類もたくさんあって非常に良さそうです。ということで、サクッと食べて客室に戻りたいと思います。それでは時刻は10時半になりましたので、そろそろチェックアウトしていきたいなと思います。今回ね、プライオリティパスの旅ということで、温泉、お風呂、もう利用できるみたいなんですね。行ってみたいと思います。今回ね、4ポイントバイシェラトン中部国際空港、今回2万1000ポイントで、まあ、非常に良かったですね。空港からね、ちょっと歩きますけども、まあ5分も歩かないぐらいなんでね、まあいいでしょう。まあシャトルバスもね、運行されておりますんで、利用されたい方はそっちから利用していただくのはね、いいですかね。ということで、チェックアウトいたします。それでは空港に目指して歩いていきましょう。ちょっとね、昨日暗かったですけども、あれがね、空港で、まあ、渡り廊下を歩いてそちら降りていただいて、このコンフォートホテルの方に歩いていただくと、まあ、このコンフォートホテルの右後ろぐらいにね、位置している感じですね。いや、昨日の雨がね、嘘みたいにめちゃくちゃいい天気ですね。非常に気持ちがいいです。それでは到着いたしました。国内線出発行きたいと思います。いつぶりに来たんだろう。修行の時は空港内降りてないですからね。ってなると、もう 4,5 年前の名古屋マリオット以来ですかね、ここら辺どんどん。それではお風呂屋さんに行きたいと思います。まあ、このプライオリティパスね、対象のお風呂と、そこでも食事がついて、ボテジューもあって、あとピザレストランでしたっけ、ありますもんね。全部はさすがに厳しいなっていうことですね。まあ、ひとまずね、選んで利用していきたいと思います。では場所なんですけども、国内線の出発、奥に行っていただいて、ここからね、右奥に行っていただくと、ちょっと昨日入ってるかどうかわかんないですけども、カードラウンジ、お酒が飲めるね、カードラウンジがございます。で、ボテジューと、お風呂に関しては右の上の方にありますんで、まあ、そちらからね、行っていただければと思います。では行きましょう。2つ目を右折だったかな、はい、ヒルトングランドバケーションズもありますね。ここで2010何年かわかんないですけども、説明会の、ね、予約をしてね、ハワイにね、3泊無料で行きました。いや、懐かしい。まあ、今羽田空港とかにもね、常設されておりますんで、気になる方はぜひ説明会を受けるだけでハワイ無料3泊できますんでね。あれ、ここじゃなかったかな、もう一本手前だったかもしれないですね。まあ中つながってますんで、ありました、ゆって書いてあるところですね。ひとまずこちらを利用していきましょう。ボテジはその右奥にありますんで、非常に近いですね。で、こちらでプライシーパス対象が書いてありますね。ということで、利用させていただきます。では入店いたしました。利用方法はね、至って簡単ですね。受付の方でプライシーパスと搭乗券見せていただくと、ロッカーの鍵にまず靴箱を開けて、フロントでプライシーパスと搭乗券提出ですね。そうするとタオルと食券がもらえます。あ、これはあれですね、ロッカーの鍵に靴箱の鍵が交換される感じですね。ということで、男湯行きたいと思います。それではお風呂上がりました。ひとまずこの恵比寿でお食事いただきたいと思います。この食券を出すみたいですね。では行きましょう。お願いします。
はい、ということで入店いたしました。この座敷は、ね、お子様専用みたいなんですけども、まあ、空いてるんで、ね、いいですかということで聞いたらね、まあ、問題ないということで座敷の方に座らせていただきました。食券を、ね、出させていただくと、味噌煮込みかビビンバ、あと飲み物、まあ、これが選べるということで、まあ、私は、ね、せっかく名古屋に来ましたので味噌煮込みうどんとビールを注文いたしました。いやね、これはね本当にめちゃくちゃいいですね。はい、お風呂もね、普通のお風呂が2つかな。で、サウナが1つで、また休憩できるみたいな場所は、ね、ありますので、サウナに入って水風呂入ってそうでゆっくりみたいなね、完全に整いますね。はい、これが利用できるっていうのは本当にいいですね。ということで今ね注文してますんで、出来上がったらいただきたいと思います。それでは到着いたしました。味噌煮うどんと生ビール、まあ、一応ねエビが、ね、エビの天ぷらかなんかついてるみたいですけど、ちょっと私はエビ食べれないのでそちらねキャンセルさせていただきました。ということでいただきましょう。これを食べに来てと言っても過言ではないですね。やはり味噌煮込みうどんなんでね、味付けが濃いめでビールがめちゃくちゃ吸いますね。これは一杯じゃ足りないですね。はい、めちゃくちゃうまいです。これがいただけるのは本当最高ですね。入っているのはほうれん草と椎茸、卵、あとかまぼこですね、あとネギ。それでは退店いたしました。めちゃくちゃ大満足です。ありがとうございました。まあ、せっかくなんでプライオリティパスでボテジュもらっておきましょうかね。今日の夕飯にいたしましょうかね、持って帰って。ということで並びましょう。それでは注文完了いたしました。持ち帰りでお願いして、今回はお好み焼きです。ということで私はフライトオブドリームズの方に行きたいと思います。いや、まさかのお店の前でお声掛けいただきましてありがとうございます。いや、まさかね、お店の人も知っているということでいや、なんか複雑な気分でございます。いや、いいのかな、はい、やっぱりね、YouTube で紹介するとですね、基本的にお店は混み合いますんでね、働いてる方はね、大変になると思うんでね、はい、ちょっとね、申し訳ない部分がございますけども、はい、いつも見ていますということで嬉しい限りです。ということで、せっかくね、来ておりますので、フライトオブドリームズの方のピザレストランで、ちょっとね、私はピザが大好きなもんでね、ちょっとピザを食べに行きたいと思います。ちょっと遠いみたいですけどね、20分ぐらい歩いて、フライトオブドリームズの方に行きたいと思います。では、出口の方向かって、このフライトオブドリームズを目指していけばいいそうです。いや、視聴者の方にね、お声掛けいただくっていうのはね、嬉しい限りですね。もしね、私を見つけたら、遠慮せずにじゃんじゃん声かけてください。結構言ってるんですけども、後から、ね、DM いただいたりいたしますので、ね、見てくれが結構ね、声をかけづらいらしいんですけども、全然声かけていただいて OK ですので、ね、お気軽にお声掛けください。ということでフライトオブドリームズの方に行きましょう。ターミナル22の方にあるみたいなので、あっちの方を目指していけばいいのかな。まあ、本日のフライトまで結構まだ時間ありますんでね。あ、フライトオブドリームズ、あそこに看板がありますね。あれをめがけていきましょう。ちょうど国内線の出口から出て、名鉄の出口をちょっと越えて、でまたそこからターミナル2の方に向かう感じですね。まあ、これを目指していけばという感じでしょうか。まあ、ターミナル1からだいたい20分ぐらいかかるみたいなんで、まあ、時間に余裕を持って、ね、行きましょう。それでは到着いたしました。ピザレストランはどこにあるんでしょうね。1階から3階に分かれているようです。あ、こちらですね、ザ・パイク・ブルーム、現在3階ということでお店を探しましょうと思ったら、もう入ってすぐの場所にあるんですね、こちらのお店です。ということで利用していきたいと思います。ということで受付していただきました。ちょっと待ちみたいなんでメニューを見てるわけなんですけども、いやー、ローカルビアらしきものがたくさんありますね。これはテンションめちゃくちゃ上がるやつ。ではもうしばらく待ちたいと思います。確かシアトル、そうですよね、シアトルのお店だった気がします。で、利用条件はこちらに記載がありますね。当日の搭乗券、プライオリティパス、24時間前です
ですね、3400円分無料で利用することができます。では席に着きました。とりあえずピザ多そうですよね。ピザ食べに来たんですけど、よく考えたらそんなに入らない気もする。でピザすごい美味しいみたいなんですよね。食べきれないと困るんですよね。申し訳ないですね。ということなんで、あ、ターキーレッグあるんだ。ターキーレッグにしよう。ターキーレッグにします。あんだけピザも食べたいって言っておきながら。で、IPA、そうですね、シアトルの IPA 行きましょう。あ、こっちもあるんだ。まあ、とりあえずこれでいいかな。あと、まあ、もうちょっとあるから、日本のお酒とかもうちょっと安かったりしないかな。あ、しそうですね。あ、一番絞り。これで680円。あ、これでいいですね。はい。もう、多分これであと200円。あ、ポテトフライ、ミニポテトセット。あ、でもこれはセットメニューですね。うん。単品で200円とかもうないだろうな。結構単価的には普通に頼むと高そうですね。ということですので、これで注文しちゃいますかね。はい。枝豆すら480円。はい、ということでこれでいきましょう。はい、ターキーレッグと IPA 一番搾りで。行ってらっしゃい。では店内の雰囲気はこんな感じ。もう本当にね、もうアメリカのレストランっていう感じですね。雰囲気はね、非常に良くて、ちょっと映ってるかどうかわかんないですけども、この白側にもね、飛行機とかも映ってるんで、雰囲気は本当にめちゃくちゃいいですね。アメリカのダイナーって感じですね。それではやってまいりました。いや、ターキーレッグがお店で食べれるっていいですね。ディズニーランドしかあんまり食べることがないので、非常にテンション上がってこれにしちゃいました。で、もうね、時間がないんで一緒に頼んじゃいましたけども、 IPA とキリン一番搾りです。ではいただきます。ではいただきます。結構苦味が強いですけども、後からコクが来てめちゃくちゃうまい。これはいいですね。個人的にはちょっとブルックリンラガーに似てる感じがしていいですね、うん、ではいただきましょう。これはかぶりついちゃっていいのかな、うん、ターキーレッグといえばね、かぶりつきますよね。いただきます。本当にディズニーランドで食べるようなターキーレッグと同じ味。これがプライオリティパスでタダで食べれちゃうのは本当にめちゃくちゃいいですね。しかもビールと流し込むっていうのは本当に幸せです。続いて2杯目一番搾りです。やっぱり一番搾りですかね、うん、うまい。それではお店を出ました。無事ね、0円で利用することができてめちゃめちゃ大満足です。もしよかったら皆さん来てみてください。特にね、ビール好きな方はいいんじゃないかなと思います。ということで、ボテ重を受け取って私はチェックインしていきたいと思います。では無事ボテ重受け取りました。しばらく経ってからね、受け取るなんてこともできますんで、これはいいですね。チェックインしていきたいと思います。それではセキュリティチェック済みました。いや、ブルースカイが JAL プラザになってますね。初めて見ました。いや、分かりやすくなっていいですね。で、こちらに ANA フェスタということで、ということで1時間ぐらいですね、ここら辺で飲んだくれていきたいと思います。では中に入ってまいりました。ジムビーいただきます。では登場時刻になりましたので、登場していきたいと思います。来ました、おかざしください。いつもご利用ありがとうございます。では登場していきたいと思います。いや、非常に楽しかったです。中部国際空港ありがとうございました。では帰ります。どうもどうも。では登場いたしました。昨日と同じボーイングです。737-800ですね。事前に見た感じだと四つ角しか座ってなかったと思いますので、お隣さんはいないと思います。今回窓側ということで、景色もバッチリ楽しむことができますね。
それではスパークリングワインいただきました。まあ、今回ね食事もあったんですけども、ちょっとねあんまりお腹空いてないので持ち帰りさせていただきました。読めないビエットオリーバーいただきます。ではスパークリングワインを紙コップでいただきます。その眺めなんかね、飲むお酒はやっぱ美味しいですね。ゆっくりいただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。今回浮き止めですね。この距離で飛行機が見れるのはいいですね。ということでバスに揺られてターミナルの方に使いましょう。そして飛行機がちょうど入ってましたね。すごい、この距離でこれはやばいですね。うわーすごい。それでは到着いたしました。手荷物を受け取って寝たいと思います。それでは荷物をピックアップして到着いたしました。まあ、今回ねプライオリティパスの旅ということで、最後に第3ターミナルに行ってボテージュいただきたいと思います。それではあの黄色いバスですね、ターミナル移動のバスに乗ってターミナル3に向かいたいと思います。それでは第3ターミナル到着いたしました。ボテージュに行きましょう。それではフードコート到着いたしました。ボテ中で注文していきたいと思います。いや混んでますね。それでは注文完了して到着いたしました。今回はねもう結構酔っ払っておりますので、ウーロン茶とお好み焼き、たこ焼きいただきます。ね、いただきます。はい、出来たてでいただけるのはやっぱりいいですよね。うん、うまっ。いやこれ間違いないですね。うまっ。このたこ焼きはね結構うまいんですよね。いただきます。あっつ、うまっ。熱々大好きなんでめちゃくちゃうまいですね。ということで、あとはゆっくりいただいてお店の方に出たいと思います。うん、唐揚げもめちゃくちゃうまいですね。いやめちゃくちゃ腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ということで私はまたターミナルバスに乗って第1、第2ターミナルに行きたいと思います。いややはりプライオリティパスでこんだけ利用できるっていうのはいいですね。はい、ということで今回ですねプライオリティパスの旅ということで、これがね無料で利用できるって本当にすごいですね。中部国際空港とねまた成田空港でもね十分楽しめるっていう風になりますんで、ぜひ、ね、利用してみていただければなと思います。ということで私はねこの後ターミナル移動してね電車で帰りたいなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。かなり酔っ払ってます。